写真撮る人に対処理しゃー、やっと勝ちましたよ。いやー、久しぶりの勝利、ホームでの勝利ということでね、マジで気持ちいいです。まあ、前回ね、まさかのリーズ相手に0対3で惨敗したわけですよ。まあ、そっから1週間経ちまして、まあね、クリバリが出場停止な状況、それとね、まだコバチッチもカンテも怪我っていうところで、まあ、レスター戦どうなるんかと思ったわけですよ。まあ、ギャラガーの退場もあり、かなり波乱のある展開となりましたけども、結局ね、2対1で勝ちましたということで、本当にね、最高の夜でした。皆さん気持ちよく寝れましたでしょうか。まあ、そんなね、このレスター戦またね、試合を振り返って、選手個人どこが良かったとか、今後ね、ここが課題なんじゃないかなというところを話していけたらなと思います。ルコーンということで、プレミアリーグ第4節、チェルシー対レスター、チェルシーのホームでの対決となりました。そんな試合のスターティングメンバーがこちらでした。はい、チェルシーはキーパーがメンディで、今回ね、4バックで来ましたね、珍しく。まあ、スタメンラインナップが出た時には、まあ、3バックなんじゃないかなと結局思ってたんですけども、まあ、今回は4バックで来まして、で、サイドバックがククレジャとジェームズ、で、センターバックがチアゴシーバとチャラバ、で、ダブルボランチにジョージーニョとギャラガ、で、このサイドハーフって言ったらいいのかな、マウントとチークを置きまして、2トップにスターリング、ハバーツみたいな感じの 4-2-2-2-4-4-2 みたいな感じになりました。で、この試合ね、カンテとコバチッチに代わって、まあ、ギャラガーがスタメンで出てきたわけですよ。前回のリーグ戦でなかなかね、結果を出せなくて、まあ、今回こそはと思ってて見た方もいると思うんですけど、まあ、そのギャラガーが22分にまずね、イエローカードをもらいまして、ちょっとね、このイエローカードは不当だったんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、結構早い時間にイエローカードもらいまして、ちょっと怖いなってのありました。そしてそしたら28分にコーナーキックのこぼれ球、ククレジャがね、結構雑なね、パスミスを真ん中にしてしまって、それをね、バーンズに拾われたところ、まあ、ギャラガーがタックルしに行って、全然ボールに当たらずに足踏んじゃって、イエロー2枚目でレッドカードというところで。これね、イエローカード2枚だったので、一発レッドではなかったですね。まあ、あのプレイはちょっと軽率でしたけども、まあ、次の試合が欠場となりますね。まあ、ギャラガーに関して言うと、やっぱね、ダブルボランチじゃねえなって僕は思いますね。後ろに誰かどっしり構えてる選手がいてこそ、ギャラガーのボールダッシュというかアグレッシブな守備っていうのは生きてくると思うので、コバチッチ、ジョルジーノ、カンテのレベルが高すぎて今のチェルシーのダブルボランチというのは成り立っているので、完全にデュエルの采配ミスというか、まあ期待の表れかもしれないんですけど、ギャラガーには酷な状況下でプレーさせてしまってると思います。もっとね、大事に使っていってあげたいですね。なんかサウルとか身の前みたいになってる感じではありますね。まあ順位になりまして、このままどうやって試合勝ちに行こうかなと、まあチェルシーはカウンター狙いになるわけなんですけども、まあ前半はなんとか耐え切って後半に入っていくっていうところで、後半頭からマウントに変えてアスピリクエタが入ってきました。いやちょっとね、マウントのねコンディションがねかなり厳しいですね。めちゃくちゃ心配になります。まあ、スターリングがボールを持ちすぎることによって、マウントがね思うようなプレー、どういう動きをしたらいいか分かんないっていうのもあると思うんですけど、ちょっと消えすぎですね。そのパフォーマンス動向よりオフザボールとかボールを受ける回数っていうのがめちゃくちゃ少ないので、本当いるかいないか分かんないくらいマウントは最近消えてますので、まあ、ちょっとここ心配だなと思ってます。まあマウントね、ボランチで使うっていうのも一つの手になるのかもしれないですね。で、そんな後半入りですよ。47分にハバーツの裏抜けのパスからククレジャが裏飛び出していって、中央にいたスターリングに速いパスを当てまして、そっからスターリング前向いてシュートまで持っていって、まあディフレクションしたんですけども、綺麗にゴールに吸い込まれていきました。いや、これに関してはククレジャのね上がるタイミングっていうのがまずめちゃくちゃ良くて、よく10人の状況であそこ上がっていったなってのありますし、そしてね、クロスの質もね、素晴らしかったです。で、スターリングはよく前を向いてシュートまで打ち切ったなと思います。本当にね、シュートを打たないと入らないとはこの通りだと思うんですよ。まあ、このね、新加入の2人がね、今日の試合めちゃくちゃ良かったです。ククレジャがワンアシスト、スターリング2ゴールっていうところで、やっぱね、補強はプレミアリーグ内移籍しかね、勝たんすわ。まだ開幕して4節目なんですけど、もうね、中心選手と言っていいほどこの2人っていうのは活躍してくれてますね。クリバリもそうなんですけど。で、その後、63分に追加点を挙げますと、チェルシー10人の方が強いんじゃないかってくらいね、なんか10人の方がボール回ってましたし、攻撃の質ってのは高かったんですよね。やっぱね、チェルシーのいいところでもあり悪いところってのは、なんかダラダラボールを回して相手を揺さぶるっていうよりも、ある程度ね、シンプルにフィニッシュまで持っていくような、短い時間でフィニッシュまで持っていくような形ってのが合ってるんじゃないかなってね、思ってるんですよね。まあそれがね、今日の試合に現れてたんじゃないかなと。2点目のシーンもね、ジェームズがしっかり上がってきて、で、ハバーツの
ワンツーパス交換からの、もう中を見ずにね、キーパーとディフェンスの間ってめっちゃ狭かったと思うんですけど、キーパー動けないくらいの質の高いジェームズのクロスが入りまして、まあスターリンが触るだけでした。まあよくね、スターリンがあそこにいてくれましたし、ジェームズもね、よく上げましたよ、あれは。やっぱね、今日のスターリングめちゃくちゃ良かったですよ。結構批判されてたりもするんですけど、やっぱりね、サッカーっていうのは、どんだけいい動きしてようが、どんだけいいパフォーマンスだろうが、ゴールを決めなきゃ勝てないわけで、今日はね、スターリングそれを体現してくれたと思いますよ。あそこの決め切る力っていうのはね、チェルシーに一番足りないものでして、決め切る力2得点というところで勝ちましたので、もうスターリング様々でしたね、今日の試合に関しては。ということで、スターリングの2ゴールをアシストしたのが、このね、ククレジャ・ジェームズの素晴らしいクロスっていうところで、チェルシーのこの両サイドバック、両ウィングバックは、マジでね、世界一だと思いますよ、この二人は。本当にすごい。運動量もそうだし、インテンシティも高いし、クロスの質も高いっていうところで、まあ、守備も負けませんし、ククレジャはね、もうちょっと改善する余地はあると思うんですけど、もうジェームズに関しては、もう、パーフェクト完璧大好き愛してますもう本当に言うことない髪型もね、変えてね、めちゃくちゃかっこよくなってましたけど、まあ、ジェームズ妹さんがね、見に来てて、今日はね、やる気あったのかもしれないですけど、マジでジェームズに関しては言うことないですね。本当ね、早くね、契約解除してほしいですし、障害契約まで持っていってほしいですよ。いや今日はねもうほんと勝ったのでみんなを褒めたくりたいと思いますというところでいつもねちょっと言っちゃってるハバーツとロフサスチーク今日めっちゃ良かったでしょこの二人だ攻撃の面に関してはハバーツもロフサスチークももうちょっとね頑張ってくれたらいいなと思うんですけど今日はね二人とも守備めちゃくちゃ頑張ってましたねトゥエルに前節言われたかもしれないですけどまあロフサスチークはやっぱりサイドってよりはウィングバックってよりは真ん中の選手なのかなと思いますギャラガーが抜けた後ねジョルジーニョとダブルボランチに入ってたと思うんですけど、まあ、前半ボックス内バイタルエリア侵入したところはやっぱりねもうちょっとフィニッシュまで持っていく力っていうのは改善していかないといけないなと思うんですけど、まあ、守備に関しては今日非常に良かったですしやっぱね体がめちゃくちゃ強いんで当たり負けしないっていうところで推進力ありますしそれを活かしてね中盤からボール前に運んでいくっていうところはやっぱ素晴らしいのであと高さ、まあ、ここがねトゥエルはかなり気にしてるなと思いました今日のチャロバーロフタシークハバーツを最後まで使い続けたってところはやっぱね高さっていうところをすごい気にしてるんだなと思いました。まあそれがいい風に出た試合だったとも思います。で、ハバーツに関しては、2ゴールを演出したのがハバーツなんですよ、実は。まあ2トップの形から降りてきて、まあ1本目はククレジャーへのスルーパス、2本目はサイドを開いたところで、ジェームズとのパス交換っていうところで、まあハバーツはね、間違いなく2列目でゲームメイク、司令塔タイプの選手なんだなと思いますよ。裏抜けとか、ポストプレイヤーっていうわけではなくて、2列目で前向きにボール持った時にスルーパスだったり違いを作れる選手だなっていうのを改めて感じました、まあ、なのでねやっぱねセンターフォワードが欲しいスターリングをねワイドで張らしてドリブル仕掛けるっていうのがねいいと思いますしセンターフォワードがいればハワーツも本当ねもっと輝くんじゃないかなと得点に関与するんじゃないかなと思ってますねとはいえ今日の2ゴールはハワーツの演出だったので素晴らしい活躍してくれましたそしてね試合終了までめちゃくちゃ頑張って守備するっていうもうねすごいヘロヘロになりながら相手にもうもたれかかってもう毎回なんか喧嘩になるような感じだったんですけど、まあそんなね、投手は見させてくれましたね。すごい、勝つっていう気持ちが現れてたと思います。ロフタシックハバーツに関しては。非常に良かったです。二人とも、今後に期待ですね。で、あと、センターバック、チャルファーに関しては、まあね、ちょっとまだ頼りないというか、やっぱ、4バックのチャルファー、センターバックって、ね、怖いなと思いましたね。まあ、相手がバーディーだったってのもあるんですけど、めちゃくちゃ裏取られてましたし、球際のところもね、がっついちゃったらファールするし、がっつかなかったら、抜かれていくっていう、安定感がね、やっぱ足りないですよね。まあ、チアゴシウバが横にいるからそう見えるのかもしれないですけど、よりね。まあ、チャルバーに関しては、まあ、このままこれで使い続けるんだったらね、ありだと思うんですけど、またね、3バックの右に入って、まあ、今度フォファナとの競争になっちゃうので、まあ、チャルバーにとってやりやすいポジションでさせていってたら成長止まるとも思うし、苦手な4バックでやらせてしまうと、失点が増えそうな気もするし、ちょっと難しいところでありますね、使い方が。またね、やっぱ高さ、さっき言った通り、高さと跳ね返すところとかインターセプトっていうのはまあまあ悪くはなかったんじゃないかなと思います。あとねパスは落ち着いてるのでビルドアップは問題はないかな。まあちょっと蹴るシーンは多かったですね。クリアするシーンは多かったですね。そしてフォファナを獲得したじゃないですか。ただチャルバーは出ていかないみたいで、ミランとインテルのローも断ったらしいのでまあ妥当だと思います。それがチャルバー残してフォファナ入ってくるんであればやっとねディフェンスラインは枚数が揃って安定するかなと思います。でですよ、チアゴシウバさん。
何なんですか彼は。もうちょっとね、もうなんていう言葉で表したらいいかわかんないんですよ、本当に。いつもね、神神言ってるじゃないですか。もう神どころの話じゃない。なんだろう、年齢が37歳っていうのを置いといても、異次元のパフォーマンス、すべてを跳ね返し、すべてを奪い、すべて前に繋いでいくっていう、本当に異次元の活躍でしたね。チャルバーがね、バーディーにことごとく負けてても、一失点しかしなかったのは、まあ、バーディーが外してたってのもあるんですけど、まあ、全部チアゴシューバーがいたから今日は勝つというようなもんじゃないかなと思います。そんぐらいね、すごい圧巻のパフォーマンスでした。まあ、ツイッターでも上げたんですけど、なんとファイナルサードへのパスが10回、成功したドリブル1分の1 100%、正確なロングボール15分の7、タックル勝利5分の4、ブロック2、クリア4、リカバリー4、地上戦デュエルの勝利が6分の6で 100%、空中戦勝利が5分の4、80% 勝利、やばくない？これ、もうほんと世界ナンバーワンセンターバックと言ってもおかしくないですよ。今季チェルシーがチャンピオンズリーグとプレミアリーグ優勝したら、チェルシーもバロンドを取りますよ、間違いなく。そんくらいチェルシーのね、生命線に関わってる選手だと思うんですよ。チェルシーバーじゃなかったら何点失点してるかわかんないくらいね、チェルシーバー無双してました。てか、毎試合、ほんとに、この試合だけじゃない。チェルシーバーチェルシー加入してきてから、初戦の足滑らして失点に関わったシーン以外全部無双してますよ、正直。マジでね、サイボーグなんじゃないかってくらい、毎回足つるのか足痛めてるのかわかんないんですけど、その後ピンピンしてますし、その次の試合もピンピンして出てくるっていうところで、ほんとサイボーグなんじゃないかなと思いますね。まあ、チアゴシューバは神を超えてチアゴになりましたっていうね、ライブでね、そういう話で盛り上がったんですけど、ほんとにやばいっすね。次の試合も頼りにしてます。次の試合も出てくれるでしょう。もうずっと出てくれ。もうずっといてくれ。で、メンディに関しては、まあ、今日はね、失点に直接つながるパスミスってのはしてない。まあ、失点シーンは、メンディのキックから、ハバーツが収めきれずにカウンター食らった、ショートカウンター食らったっていうシーンあったんですけど、まあ、若干関わってるかな。まあ、今日はセービングの方に振り切ってたなと思います。今日はね、セービング4本してまして、まあ、1失点に抑えてくれました。10人っていう劣勢の状況でね、まあ、2、3本ね、いいセービングリングもありましたし、まあ、このまま続けてほしいな、メンディーには。ただね、失点シーンに関しては、まあ、パスミスもそうなんですけど、チアゴシューバがね、ファーを切ってくれてたので、まあ、ニアに来るシュートってのは止めてほしかったな、まあ、バーンズのシュートが速くて、軌道もね、良かったんで、まあ、止めれなくても仕方ないかなと思うんですけど、まあ、シュートは止めてくれればね、もう文句なしの活躍だったんじゃないかなと思います。はい、といった感じで、チェルシーは10人になりつつも2対1でレスターに勝利するっていうめちゃくちゃ大きな試合だったんですけども、他会場の結果、マンチェスターユナイテッドが2連勝。そしてリバプールはボーマスに9対0の爆勝利っすよ。で、マンチェスターシティは苦手なクリスタルパレス相手に2点ビハインドからの4ゴール。しかもハーランドがハットトリックっていうところで、アーセナルもフラムとのロンドンダービー2対1で勝利してます。これも逆転勝利ですよ。まあ、チェルシーね、こんな試合してるようじゃ、もう本当にチャンピオンズリーグ圏厳しいんじゃないかなと思いますよ。そのくらいね、周りのね、試合が本当に凄まじかったですね。まあ、スパーズはまだ試合やってないというところで、まあ、順位表がこうなってるんですけども、アーセナルが3連勝4連勝で単独首位と、でシティが3勝1分けで、まあ、2位につけてまして、ブライトンがね3勝1分けシティと同じくで3位につけてますと。でスパーズ、リーズ、チェルシーはまだ6位、でユナイテッド7位、リバプール8位、上がってきましたっていうところで、まあね、チェルシーフォファナを獲得しました。その動画についてはね、また明日出そうと思ってるんですけど、まあもうちょっとね、前線のところまあ、補強と有効まではね、いかなくても、改善していかないと、まあね、優勝争いはもちろん、チャンピオンズリーグ圏ってところもかなり厳しくなってくると思いますので、まあ、スターリングがね、ここから爆発していってくれば嬉しいですし、そろそろね、マウントのコンディションも上がってきてほしい。そしてできればね、セッターフォワード獲得して、ハバーツを2列目で使って、ハバーツがね、より輝くっていうところが見たいですし、まあ、やっぱり、なんだかんだね、アスピリクレーターをセンターバックの右に入れて、ジェームズウィングバックっていう形が一番いいのよ。これをね、今後、お願いします。ジェームズが勝とん。